岩村城の戦いは、元気3年から天正3年に、美の国枝軍で起こった武田氏と小田氏の岩村城を巡る戦い。元気3年8月14日、岩村東山氏として、東能で誠意を振るった岩村城主の東山影島が、子供がないまま病死した。小田信長は、小田信弘川尻秀宝を派遣して、岩村城を占拠し、 三つ王の五坊丸を演算家の養子に据えた。しかし五坊丸は幼児であったため、実際の上司は信長のおばで、影とおごけのおつやの方が務めた。元気三年十月三日、それまで諸勢力に向けて盛んに上落することを宣伝していた武田信玄が正常作戦を開始した。元気三年十二月、秋山虎重は武田軍を率いて、 東美野の遠山市の本拠地岩村城を攻めた。遠山市は以前は武田市に侵入していたが、この頃は織田信長のおばが岩村城主となっており武田市とは敵対関係となっていた。岩村遠山市は武田軍に岩村城を包囲されて危機となったため、当時女城主であったおつやの方が秋山虎重と結婚するという条件で降伏し、 上村合戦で討ち死にせず生き残っていた岩村東山氏とその一族は武田氏の軍門に下った。同年11月14日岩村城は武田方になり下城信氏が入城した。信長は11月15日の書状で信友タス助渡し森に岩村の儀は是非もなしとこうをねぎらい時軍日吉号かまど本号を与えた。大園寺焼内なお。 岩村城の近くには、遠山市の菩提寺として、臨在州明神寺派の大園寺があり、十字の清織玄悟家は、過去に、京都の明神寺の館長を5度も務め、過去に、海のエリン寺の十字も務めたこともある。武田信玄とは、旧知の間柄の瞑想で、信玄から、エリン寺へ戻るように何度も依頼が来たが、清織玄悟家はこれを断固拒否した。これを恨んだ信玄は、 大円寺の焼き打ちと、黄色り厳密の殺害を命じ、元気三年岩村城会場から約2週間後の11月26日、大円寺は、武田軍の陛下により焼かれ、黄色りは、友の者と寺から逃亡した。これを知った秋山は、四角3人を送った。彼らは、黄色り一行に追いつき、飯浜川に架かる橋の上で全員を殺害した。 ところが半月待たないうちに三人は、気が狂ったり、狂った馬から落ちて、命を落とした。それにとどまらずその後ヶ月後、武田信玄が死亡している。一説には、信玄の重病を知った黄織りの口封じが目的とも、言われる。殺害された黄織りらは村人たちによって付近に、葬られた。三方ヶ原の戦い元気三年十二月二十二日には、 徳川氏と武田氏が衝突した、三方ヶ原の戦いが起きている。元気4年2月下旬、おつやの方は、小高門の肝入りで、秋山虎重と修言を挙げ、五房丸は、甲府に送られた。3月6日、武田信玄は、小田信長の東能出陣の方を受け、秋山虎重に、美の出陣を命じた。同3月15日には、岩村城を攻めていた。 馬場信春の率いる兵800が、織田軍に攻めかかると、織田信長は一万の兵を引かせた。これを武田方の越中国勢30機、飛田国勢30機、岡部正綱50機が追撃し、土歩の兵27人を撃ち取った。その後、岩村城は落城し、岩村地衆も降伏し、武者35機の首が取られた。秋山虎手は再び、岩村城に入城した。 元気4年4月12日、武田信玄は上落なばで病死した。武田家の家督は4男の武田勝頼が継いだ。天正2年1月27日、武田勝頼は織田信長をさらに圧迫するため、甲斐、信濃など5カ国の兵力で出発し、4月中旬に東美野の城や鳥出を落とし入れ、岩村城に進出して、明治城を包囲した。 翌2月5日、信長は、着南、織田信忠と共に出陣したが、到着前の2月6日に、明治城で、飯狭間絵門の裏切りがあって落城したため、東堂の上平城に、川尻秀隆を、小里城に、池田恒置を配置し、2月24日に、岐阜に撤退した。また、武田氏は、炎山領内の神社や寺院をことごとく焼き討ちした。この時、 織田信長は6万人を率いたとされるが、山形正影が、兵6000を率いて、鶴岡山の方に進出すると、信長は兵を率いたという。天正3年5月21日、武田勝頼は、長篠において、織田信長、徳川家康連合軍に大敗し、山形正影、馬場信春ら多くの重心を失った。このため、織田、徳川による、 武田反抗が始まることとなる。信長は、着難信忠に軍を預けて、岩村城に進行させた。これに対して、武田勝頼は援軍に向かおうとし、勝頼の動きを聞いた。信長も11月14日に京から岐阜へ向かった。上村合戦で武田との戦いで生き残った苗木、東山市の一族、老頭たちは、織田、徳川方についたが、明治東山市と、 串原遠山市の一族、老頭たちは、織田、徳川方につく者と武田方につく者の二手に分かれた。これより半年前から、織田、徳川方についた側は、中津川に、遠山左衛門、竹織に、時三平、大川に、小里内作、上村に、遠山智介が駐留して、各方面から、岩村城への補給路を断った。そのため、 岩村城内は、飢餓状態となり、この窮地を脱するために、岩村城に立てこもっていた武田方と東山方は11月10日に、岩村城近くの水晶山の織田方の陣地に用地をかけるなどして、信忠軍に対抗したが、川尻秀高、毛利秀より、浅野左近、猿、小木人太郎等に反撃されて、武田方についていた東山市の一族、老頭たちの東山五郎、友町、 沢中左中田三都市、飯妻慎五郎、小杉官兵衛らが内死にし、対象各21人に老城兵3000人のうち1100人を失ったため武田方は戦意を喪失した。窮地に陥った秋山虎重は、塚本正大前を使者に立て、信長に降伏を申し出、小田方に受け入れられた。しかし、自分のおばのおつやの方を、自らの妻にして、 岩村城を乗っ取った、秋山虎重と、虎重と結婚して武田方に寝返ったおばのおつやの、方を憎悪していた信長は、11月21日に、上昇の秋山虎重、大島木之助、ザコ寺ジタメキヨが斜面の三霊に来たところを捉えて、岐阜に連行し、おつやの方ともども、岐阜城近くの長良川の河原で逆さ張り付けの極刑に処した。武田方に組みして、 城に牢城していた東山市の一族牢島は、馬木十内、馬坂九馬、主府地伝左衛門、久保原匠、大船五十六太氏が内地にし、東山二郎三郎、東山一之将、東山三郎四郎、炎山徳林祭、東山三衛門、東山内禅、東山,山東蔵らは、城中の市進む丸に入り自陣。残党はすべて焼き殺された。ナ軍士、p 上原俊一郎氏、文書11月15日付書状、紅葉軍艦末書9品の QAB、紅葉軍艦第39品、武田信玄反物、お、織田信長、東農州出張の油心きたる交換、早々加齢事件向き、追筆有効、炎酸力に行き自社、別人猿付交換、その心へ有効なり、なお助件、3月6日、信玄加王秋山放棄主伝、 信長後期巻期7、紅葉軍艦第51品、信長後期巻期8、ありがとうございます。